こんにちは、マルキ美術館学芸員の岡村幸典です。記憶の継承ということがよく言われるんですけれども、他人の記憶を継承することってとても難しいですよね。でむしろ記憶と出会う、出会ったことによって自分の何が変わるのかっていうことを考えたいなというのが最近の思いですね。我々は戦争を直接体験することはできないし、してはいけないと思うし、だけど戦争を表現した原爆の図みたいな作品がある。でその作品と今まで出会ったことはない、人がこの美術館を訪ねて絵と出会ってしまう。出会うことによってそれが自分の中の体験になる、何かが変わっていく。ここで見た作品を通して世界を見る目が少しでも変わっていく、そういう場所であってほしいなとは思うんですよね。それは何も核問題に限らず、戦争に限らず、世の中いろいろな形で形を変えた暴力が我々の時代にもリアルにあるわけですよね。コロナだけでもないと思うんですよ。若い世代の自殺率が事故死よりもこう高くなったりするっていう、非常に生きにくい、人に殺されるのも自身で生きていく道を立つのもやっぱり同じように辛く苦しいことだと思うので、そうした時代の中でそれぞれの人にとって原爆の図からリアリティを感じるっていうことはとても大切なことだと思ってます。もう丸木夫妻は実は長崎にはすごく大事にされていて、広島で常設の絵を見ることはできないけど長崎ではいつでも見られる、長崎の人たちのために描いて残したんだろうなという作品が大事にされてるんですよね。でそれはどうしても広島に比べると長崎は語られる機会が少ない、表現として残されているものも少ない、だけれども広島も長崎も命の問題としては等しいわけですよね。で、丸木夫妻にとっては直接の体験としては広島の方が大きいけれども、だけど長崎も同じように近しくは感じていたんだと思います。原爆の図の最後を長崎で締めくくったっていうのは二人のそうした思いが深く反映されていると思いますね。被爆75年という長い歳月が過ぎて、だけれども記憶は時間の中に埋没していくというものではないと思うんですね。新しい時代の人たちが新しいアプローチから核問題についてまた新しい道を開いていく、今はもうそういう時期に来ていると思います。これから先の時代に一日も早く、核が廃絶されることを願っています。臨時休館中はご支援いただきありがとうございます。おかげさまで無事に再開することができました。これからも原爆の図を見に丸木美術館へおいでください。お待ちしています。